47年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止島で定数は3。現在は茨城4区と茨城5区に分かれている。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数50万5849人、投票率66.61%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数48万3562人、投票率67.61%第38回衆議院議員、 総選挙7月6日、執行当日有権者数、46万4603人、投票率 71.、71.86%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、45万3964人、投票率 70.、70.24%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行当日有権者数、435,068人、投票率 76.、76.49%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、431,445人、投票率 72.、72.02%。第34回衆議院議員、総選挙12月5日。 執行当日有権者数、419,213人、投票率 72.、72.93%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、397,646人、投票率 70.、70.97%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、 38万1472人、投票率 72.、72.71%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数35、351 30。301人投票率 70.、70.67%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数。 34万6885人、投票率72.70%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、32万2463人、投票率77.22%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、30万1281人、 投票率 80.、80.48%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、29万3879人、投票率 75.、75.69%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、28万7662人。 投票率 76.、76.10%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、29万1683人。投票率 69.、69.20%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、26万9605人。 投票率 68.、68.71%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数26、263,246万人、投票率 66.、66.08%。ありがとうございます。